今回のコーナーはこちら、行ってみよう。こんにちは、そちろです。今回スペシャルなものを用意しました。なんとですね、今回アニーさんに聞いて、日頃、まあ、通称ヤクザ弁当と言われてヤクザが食べているお弁当というものがあったので、それを買ってきました。アニーさん、ご協力ありがとうございます。早速中の方見てみたいと思います。僕も中がどんなのかわからないので、すごくドキドキしてます。ご飯ですね。パックに入った。はい、問題のこちらです。まだ中身が分かりません。アルミに包まれて中から出てきたのを、おお、すごい、見えますか。これは豚ですかね。ポークソテー、ものすごい。こんなの食べてもいいんですかね。いいよ。早速ご飯も開けまして食べてみたいと思います。変な緊張がありますね、こういうの。いただきます。どこから食べたらいいんだろう。柔らかいですね。あ、塩コショウが効いてるんで柔らかく、めちゃめちゃうまい。食べやすいし、日頃こんなのを食べてらっしゃるんですね、あの方たちは。じゃあ次、人参。全然力がいらない。私もめちゃめちゃ甘いし、うまっ。人参もう麺に張れるぐらいうまいです。全く歯を使わない。人参、次はこれはナスですね。いただきます。ナスもいい味が染みてます。わ、芋ですかね。これも肉の旨味をたっぷり吸ってて、芋じゃないみたい。全部すごい。でもやっぱり豚が一番、うまい。これはちょっとお肉の量とご飯の量が合ってないですね。全然ご飯が足りないですね、これ。普通の配分で食べると。大盛りです。メジが遠くなくなって、もう一杯メジが食べるぐらい残るようだよ。あ、シャルだ、うまっ。今カメラの裏では、アニーとピーが同じもの食べてます。うまいのこれ。めちゃめちゃうまい、これ。写真でもいい。いっぱい食べたの。兄が最後の晩餐でもいいと言ってます。お店の方もなんか気さくでいい人でした。今から食べるのって言われて。お値段言っちゃっていいんですか。すいません。お値段なんと4人前で
6400円。びっくりです。ありますか、そんなことが。こんなコロチないこんな容器は正直ね、普通のパックで中が、中がすごいな。わかろう。うまい、本当にうまい。これはご飯が足りませんね、これ。うん、確かに食べる配分が難しいよ。あと2切れとなってしまいました。お別れの時間です。うまいよ。ついこれ噛んでしまうから、うん、でも分かりますね。ハンバーグうまいやけど、どうしてもこれ言ってしまう。鉄板やね。いや、ハンバーグだって予想もあるけど、これここしかないもん、うん、あんまり聞いたことないやろ。とんかつ弁当って言ったんだろ、うん、ですね。飛んできたら俺やるね。ポークサテーからね。ポークソテー。もう一個ポークチャップがあるけど、ポークチャップはそう美味しないよ。ポークソティの同時音がよくわからない。ケーキは2枚入ったけど、これちょっと薄なったら2枚入る、ダブルで。厚なったら1枚、肉が薄なったら2枚入った、これ。すごいね。もうどっちがどっかよくわからんけどそれの大将が気分で入れやがって、うん、2枚でちょっと薄い。今日1枚だから分厚いの、ほんとうまい。分厚いのがええじゃん。分厚いのがええじゃん。分厚いのうまいの、これ、うん、今ほら、固めた肉とかあるやろ、うん、の、あの、合体最新とんかつとか合成肉って言うんですかね。合成、なんていうかね、なんかありますよね。あれ騙されるんやろ。だからあの食感、なんか、そうそうそう。だけどコンビニのカツサンドがあるやろ、あれはほとんどそれよ。あの、どう言ったらいいか、硬いとこ叩いて、はいはい、それでカツサンド、で柔らかい頃は。なんか柔らかいけど、なんか食感がおかしいですよね。そうよ。それとか、歯応えサイコロステーキとかあったやろ。ああ、そうそうそう、そう、サイコロステーキとか。あれ、切ってはいっぺんやっちゃっとるわ。クズ肉を固めてローストビーフ作ってたよ、あの有名なキッチョが、うん、それでローストビーフ作ってたよ。それでバレてるから、それじゃないぞ。うまかったろ。うまかったろ。撮影忘れてたな。はい、あっという間に完食です。ごちそうさまでした。ピーが見て何年ぶりや、あれ以来か。おめえ、久しぶりやね。2、3年ぶりやね。だろ、うん、俺もね、忘れたら、うん、じゃあ、一旦これでヤクザ弁当編終わります。また何かスペシャルなやつありましたらやりますんで、またその時会いましょう。バイバーイ。やからチャンネル、ご意見ご要望はコメントコーナーまでよろしくお願いします。